意味がわかると怖い話、おじさんと女子高生です。それではどうぞ。今、電車の中なんだけど、ついさっきまで、向かいの席におじさんが座ってたんだ。二つくらい前の駅で乗ってきてから、ずっと俺の方を拝みしてくるから、気になってチラッと見てみたら、目がかっ開いてて、しかも白目が真っ赤。これはもう明らかに尋常じゃないって思って、怖いからずっと下を向いて、携帯いじってた。そしたら、今着いた駅でようやくそのおじさんが降りていったんだけど、降り口が俺の側だったんで、途中でこっちに来たんだ。その時もガン見なしてくるし、異常に鼻息荒くて気持ち悪かった。今やっとそのおじさんが降りて、ほっと一安心。せいせいして顔上げたら、今度はおっさんの隣に座ってた女子高生が、俺をガン見してるんだ。さっきまで済ました顔してたのに、殺される、みたいな顔しててもう意味がわからない。早く電車でないかな。解説、女子高生が見ている先、つまり俺の後ろに一体何が。